白石勝美は、広島県広島市南区南町出身の、プロ野球選手、監督、野球解説者。愛称は虎。また、アメリカのギャング映画スター・ジェームズ・キャグニーに顔が似ているため、キャグニーとも呼ばれた。自宅の近所にあった高齢中学に進学。1935年の春の甲子園に、兄弟の5番、一類手として出場し、準優勝を果たす。 翌1936年1月に、創立間もない東京巨人軍の球団代表、市岡忠夫からの誘いを受けて、考慮中を4年次で中退して巨人に入団する。なお、市岡が直接スカウトしたわけではなく、保守を探していた巨人の本命だった一学年上の門前正人がすでに大阪タイガースと契約した後だったため、代わりに地元有力者に推薦されたものとされ、 殺し文句はアメリカに行けるんじゃだったという。しかし、創世期の日本プロ野球は職業野球と呼ばれて世間からは真っ当な仕事とは認識されておらず、当時の野球界の花形である東京六大学の早稲田大学と明治大学からの誘いを断って職業野球入りを決めるとなんで身を売るんじゃと先輩から非難され、白石は考慮中野球部を追放されてしまう。 考慮中からは、プロ入りを反対されたが、キャンプ地の静岡に向かう際には、広島駅に大勢の仲間が集まって見送ってくれたといい、後日の森んじの過酷な特訓でもこの時の光景が、頭から離れず、逃げ帰るわけにはいかん、と頑張ることができたと、白石自身が回想している。1936年より、初めて職業野球のリーグ戦が開始。 巨人は春季大会を欠場し、前年に引き続きアメリカ遠征を行うが、白石はここで一流石から遊劇種に転向した。巨人は帰国後の夏季大会からリーグ戦に参加するが、内紛によって田辺武雄、三原治水原茂浦主力選手が退団したこともあり、6月から7月にかけての夏季大会で惨敗を喫してしまう。 その後の満州遠征でも物見ゆさん気分で夜遊びに吹ける選手が多く、これを見た監督の藤本貞義は9月5日より群馬県立林市の文福球場で緊急キャンプを観光する。藤本は巨人軍は職業野球の先達だ。負けるわけにはいかん。どんなことをしても勝たねばいかんのだと力説。選手たちに猛練習を課し、 現実戦後ノックの特訓を続けた。しかし、肝心の沢村栄二やビクトル・スタルヒンら投手陣に激しいノックはできず、投手陣は外野であくびをしながら高みの見物だった。監督の藤本と選手権助監督の三原の標的になったのは若手選手で最年少で一塁手から遊撃手にコンバートされたばかりの白石に対しては特に過酷な練習が課された。 これに対して、白石も、一類は、長沢さん、二類には、名手三原さん、三類は、前川さんだから、新人で補欠みたいなは私にとって、ショートしか取れるところはないと死に物狂いで練習した。炎天下でノックを受けた後、暫時の休養を挟んで、打撃練習が始まるとすぐに打席に立つ。その直後、当主、前川八郎の初級シュートがヘルメットを被っていない。 白石の米紙を直撃。駆け寄る他の選手たちに対して白石はドキンシャイ、わしゃこのまま打つけというものの、見原に打ってはいかん。休めと言われ、ベンチに寝かされた。ところがベンチでも打つけと繰り返し起きようとする白石を見て、沢村ら他の選手たちも真面目に練習に取り組み始めた。白石は疲労困憊のあまり、 練習が終わって球場から宿舎に戻る一駅三分の電車の中で立つことは愚か座席に着くことすらできず床にベタッと座っていたという。同年の周期大会で巨人は勝ち点で並んだ大阪タイガースを優勝決定戦で下して初優勝を飾ると以降も戦前11シーズンで8度の優勝を成し遂げ第一次黄金時代を築く。このため後年になって モリンジの特訓は上昇巨人の土台を築いたと言われ伝説化した。なお、1936年秋季リーグから白石は一番遊撃手のレギュラーとなり打率214ながらチーム3位の12得点をアンギ巨人の初優勝に貢献する。その後も1.2番の上位打順を打つ傍ら不動の遊撃手として巨人の第一次黄金時代の一翼を担った。 この間、1938年春季リーグでは、302の高打率を上げてリーグ6位に入ったほか、1940年、264、1941年、267、1942年、236、1943年、248と、 1940年から1943年まで4年連続で打撃ベスト10に名を連ねた。第二次世界大戦が激化すると3度にわたって召集された沢村をはじめ多くの主力選手が次々と徴兵されて命を落とす中、白石にはなかなか召集令状が来ず、なぜ自分には来ないのか不安になった、と実調で述べている。しかし、 藤本貞義によると、巨人軍が解散されたこの頃、藤本の圧戦で、白石は田村区商店が経営していた爆弾製造工場に勤務し、兵役逃れをしていたともされる。1944年4月に、ようやく令状が来て、藤村文雄も所属していた郷里の広島陸軍代後、師団に入園した。その後、中国戦線に転戦して、 甲州の通信部隊に配属される。しかし、この部隊の隊長が巨人ファンであったことから特別に目をかけられ、危険な前線近くの電線修理に借り出されることはなかった。最後は、水地当番となり、多くの戦友が痩せ細る中で白石のみ肥満したという。こうして、戦闘を体験することなく、終戦を迎えた。1946年2月に、 ようやく帰国船の順番が来て、上海から帰国し、その足で故郷の広島市に戻る。被爆のために一面の焼け野原でもを諦めていたが、我が家にたどり着くと2階はなくなっていたものの自宅は、減損し、母親との再会を果たした。間もなく、戦地でもあった、元阪神の藤村隆夫が訪ねてきて、プロ野球が再開される。藤本定義さんが監督になって、 田村区がチームを作る。一緒にやらないかとの誘いを受けて、大阪に向かう。1946年は戦後再開初年度で、混乱期でもあり、復員した選手もプロ野球が再開されるか、半信半疑で故郷に帰っている者が多く、各、チームとも選手の獲得に奔走する。リーグ戦中断時の申し合わせにより、選手は旧所属チームに復帰するか、他チームに入団する場合は、 旧所属チームに了解を得るなどの取り決めがあった。ここで、パシフィック監督に就任した藤本定義は、戦争が終わって、日本も一からで直す、職業野球も同じ、選手も自由に球団を選ぶべきと主張。巨人時代の恩師である藤本の勧誘を受けて、元阪神の藤井勇、藤村隆夫、元巨人のビクトル・スタルヒンと共に、白石はパシフィックに入団した。 これに対して、当時も大きな力を持っていた巨人と阪神が怒って、提訴したことから、日本野球連盟の理事会では、旧所属チームが持つ優先権の侵害によりこの入団を認めない、と裁定を出した。しかし、公式戦が始まると、どうして、白石を出さない、藤井を出さないという観客からの野次に耐えかね、連盟からの警告にもかかわらず、 藤本は二人を四試合に出場させてしまう。同年秋になって、連盟の理事会が招集され、前年までの給与を、旧所属チームから受け取っていなかったことから、白石らのパシフィックへの帰属は認めるが、二人を出場させた5月の四試合は、帰属が確定する前のため無効で没収試合とする、裁定が出た。一方で、その後出場した74試合は、 貴族が確定した後のため問題なしと判断された。なお、この年のペナントレースは、巨人とグレートリングとの優勝を争いが最終戦までもつれたが、4試合の没収試合の中に、パシフィックがグレートリングに勝っていた試合が1試合あり、この試合が一転して、グレートリングの勝ちとなったことで、1ゲーム差で、鶴をか,かずと率いるグレートリングが優勝した。この没収試合がなければ、 同率でプレーオフだったことから巨人にとってはこの没収試合のために戦後初年度の優勝を逃すこととなった。白石はパシフィックでも一番遊撃手のレギュラーとなり打率263を記録している。パシフィック在籍時の1946年に31歳となった白石は戦後の食糧難から生涯続けられる仕事への転職を考えていたが、 考慮中の先輩であり、審判を務めていた稲田正嗣から、新中軍の工事を受け負っていた、別府の建設会社、上良組を紹介され、パシフィックを退団し入社した。当時の新聞には、白石は、目が悪く自信を失ったために野球をやめた、と書かれたという。上良組で処分の仕事を数ヶ月務めたところで、社長と稲田から、野球部場作り体験。 監督ばしちゃら、んとやろかと頼まれた。道路を隔てた向かい側のライバル会社、星野組が、里裕吉や荒牧敦氏を獲得して、都市対抗野球出場を目指すという。なお、星野組の監督は、考慮中の先輩、加藤希作だった。負けたらいかんばい。力ば貸してもらえんとやろかと懇願され、野球からは離れようと遠く、別府まで来たのに、とも考えたが、 業務命令とも言われて、白石は、監督を引き受けた。当時の九州は、翌1948年の、第19回都市対抗野球大会を制す、西日本鉄道や、大岡虎浦のいた八幡製鉄所、そのライバルで、木塚忠介を擁していた文字鉄道局など、実業団の競合がひしめいていた。しかし、実績のある選手の勧誘は、ギリア、 メンツもあって、うまくいかず、無名の高校生を集めチームを強化。また、懇意にしていた、藤村隆夫が肩を壊して、呉に帰っているという話を聞きつけ、別府の温泉に入ってから肩治しに際を解く時、入団させる。その後、藤村は本当に肩が治り、大きな戦力となった。1947年の第18回都市対抗野球大会では、 南九州地区予選決勝まで駒を進めるが、決勝でライバルの星の組に惨敗し、全国大会への出場を逃した。手薄な戦力を率いての監督采配は評価され、八幡製鉄所から監督として声がかかったという。しかし、翌1948年春に巨人が別府でキャンプを張ると、監督の三原治や中島春康、千葉茂らから帰って来いよ。 また一緒にやろうよと声がかかり、白石は再び巨人に復帰した。これについては、かねてより遊劇種に不安を持っていた三原が、森んじの猛練習に耐えた白石を復帰させる、目的で、別府キャンプを仕組んだとも言われる。この時の巨人の宿舎、ひなご旅館は、荒巻厚市の洋歌で上楽組から徒歩1分のところに、あり、さらに旅館から坂を上がったところに、 稲尾和久の成果があったという。なお、上楽美の公認監督は、考慮中の先輩、岩本義行が引き受けた。巨人に復帰すると、田中師匠に代わって、声優劇手となり、前半戦は上位打線を任される。しかし、1年間のブランクもあって、打撃の調子が上がらず、後半は、下位打線に回り、田中と併用されるなどして、 219の低打率に終わった。翌1949年はシーズンを通して、千葉茂と1.2番コンビを組んで、千葉121得点、白石94得点と二人で215得点を上げ、巨人の戦後初優勝に貢献した。この年、南海の大黒柱、別所引き抜き事件に橋を発する、三原ポカリ事件が起きるが、この事件のきっかけを白石が作っている。 別所引き抜きの遺恨試合となった4月14日の巨人対南海三回戦の九回表四から0と巨人リードの場面で南海が飯田徳寺の本塁打などで一点差に迫る。なお、無視一塁で、代打、岡村俊明の当たりは一塁ごろ、閉札を狙った一塁手、川上哲司の送球を受けた白石が二塁を封殺して一塁へ送球しようとしたところ、一塁、走者、 筒井形像に組みつくように滑り込まれ、白石は送球できずに閉札を崩された。何しとるんなら、温厚な白石には珍しく、広島弁で怒鳴ったのをきっかけに白石と筒井が、やり合い、ベンチから飛び出した、監督の三原治が、筒井の頭をポカリと殴った。この事件は、大きな問題となって三原は、シーズンの残り試合をすべて出場停止とする処分が、出たが、 後出場停止期間は100日に短縮されている。1949年のシーズンオフ、かねてから噂になっていた新球団の加盟マイナス2リーグ分裂が現実となり、12月になって白石は郷土に創設された初の市民球団である広島カープへの移籍を打診される。競技で野球生命を終えたいと決意し、選手権助監督として広島に移籍した。 しかし、真の理由は、自身の年齢と、三原監督排斥運動などによる巨人の不穏な状況に嫌気がさしたため、灯される。遺跡に伴って、演技を担いで年をから勝見に改名した。なお、広島カープでは、背番号1をつけた。創設時の広島では、唯一のスター選手で、観客は皆、白石を見に行ったとさえ言われる。その後も、 弱小球団と呼ばれ続けたチームを経引し、何度も存続の危機に見舞われたチームを救うことになった。1950年3月16日の対中日1回戦では、広島の第1号本塁打を放つ。しかし、早くも5月には、給料が遅れ始め、広島商業出身で数字に強い監督の石本周一が講演会を組織した。選手が来ないと、 ファンが集まらないため、一番の人気選手だった白石も毎日のように集会に借り出された。さらに、お願いしますと頭を下げるだけではなく、歌を歌ったり、隠し芸を披露したりしたという。また、当時の広島の本拠地は観音球場だったが、ギャラの前払いをしてもらえるのがありがたかったらしく、呼ばれれば河川敷や学校のグラウンドなど、 それなりの広さがある場所ならどこでも公式戦を開催した。グランドと観客席の間にロープを張って試合をすることも多かったが、ファンが広島に都合のいいようにロープを引っ張ることがあり、しばしば相手チームと揉めた。1953年4月1日に大田垣吉雄の母校である小道西高校で開催された対太陽小畜、ロビンス戦では外野席のファンが 白石の打った玉だ。ホームランにしてやれ。と、みんなでロープを前に出し本塁打にしてしまった。洋末監督の小西徳郎は、猛抗議をしたが、判定は覆らず、これは、縄ホームランと呼ばれた。また、1950年6月7日に三次市の河川敷機にあった10日、市長営球場で行われた大太陽戦では、川土手を即席で観客席にして、 グラウンドとの間をロープで仕切った。この試合で広島は本類が6本を含む28安打を放ったが、これはチーム1試合最多安打として、現在もセリーグ記録となっている。その後、孫募金などファンの熱烈な支援があったが、特に講演会の力は絶大で、1953年に小鶴と 金山次郎、三村伊の三選手の入団を実現するなど大きな力となった。しかし、応援会の活動が行き過ぎて、弊害も生じる。球団に金を出してくれるだけなら良いが、次第に選手個人を応援する講演会が形成されるようになると、それがエスカレートして、食事の誘いがかかり、いわゆる谷町状態になった。 酒好きの選手も多かったためプレーに支障が出たりした他特に酒つながりの講演会はたちが歩く契約公開の時に押しかけ球団が選手を辞めさせようとしようものなら食ってかかってくることもあったという白石は広島でも一番遊撃手を務める守備の人のイメージが強い白石も広島創設初年度となった1950年は5月28日の 対西日本戦で1イニングに本塁打を放つなど、本塁打20本、打率304と、キャリアハイの打撃成績を残し、広島でただ一人ベストナインに選出された。また、翌1951年も8月には4試合連続本塁打をマークするなど、チームトップの12本塁打を打ち、打率288と好成績を残している。逆シングルは白石が、 初めてプレイとして認知させたものであった。1952年シーズン初めのセディーグ理事会では、勝率3割未満の球団は解散もあり得る、という規定を決める。後半戦に入った8月12日の夕張シシカの谷球場での退巨人戦、この試合は、広島初めての NHK ラジオ放送があった、日だった。広島が3点差を逆転し7から4で迎えた。 最終回、巨人が粘って1点差に詰め寄り、さらに西一二塁の場面で、打者、川上哲次の強烈な打球は、三遊間を抜ける安打性の当たりだったが、白石が三遊間の深いところで逆シングルでつかむ。タイミング的に一塁は間に合わないと思われたが、白石はフェイントで一塁へにせ投げ、それを見て本塁へ向かった三塁走者に対して、 自ら三塁に駆け込みタッチプレーで仕留め試合終了。ラジオの実況は、川上打った。ヒット、ヒット、ああ、広島勝ちました。と絶叫、聴衆もしばらくは何が起こったかわからなかったという。広島はこの白星で最下位脱出に弾みをつけ、最終勝率は、316と規定の3割をクリア。変わって、最下位に沈んだ招致クロビンスは、 288と勝率3割を切って太陽ホエールズとの合併に追い込まれた。太陽は本拠地を下関に置いており、理事会としては距離的に近い広島と太陽を合併させる計画だったと言われている。結果的に球団消滅の危機を救ったビッグプレーであったが、白石自身も生涯最高のプレーと語っている。 監督の石本の仕事が早くから金策が主となったため実質的に白石は広島球団創立時から監督のような立場でチームの指揮をとりさらに金策のサポートから選手補強などにも関わりゼネラルマネージャーのような働きをした広島財界のトップだった東洋工業社長の松田常ねとは球団創立期から懇意にしていたほか広島市民球場建設 日南キャンプの開始、独立採算性の採用など補強費の調達にとどまらないチーム作りを行った。白石はそうした自分を、俺は本当に空気みたいな存在だなという名言で表現している。当時の口癖は勝率5割であった。1953年から選手と監督を兼任。トップバッターはアメリカから呼び寄せたゼニムラケンに譲るが、 引き続き白石は、声優劇士も務め、1953年には、エースの長谷川良平、4番打者の小鶴誠と共に、オールスターゲームに、ファン投票で選ばれ出場している。1954年7月7日の対国鉄戦で、プロ野球史上初めて通算1500試合出場を、達成。37歳になった1955年には、若い米山博明に、 遊劇種のレギュラーを譲るが、一塁を守って、しばしばクリーンアップも打った。監督としては、どうしても、巨人、阪神、中日の三強の壁を崩せなかったものの、三年連続で4位を確保した。1956年はわずか9試合の出場に止まり、監督としても勝率、358と低迷する。 ここで白石は現役を引退して1957年から監督に専念する。1957年には設計に、白石の意見が取り入れられた広島市民球場が完成。翌1958年は球場完成によりもたらされた潤沢な資金で森永勝次、小坂義高、海藤信を小畑武らを入団させる大補強が行われる。 中でも、小葉武士の入団は、日鉄二世の監督で、考慮中の先輩でもあった、脳人渡るから白石への売り込みによるものだった。しかし、4月8日の中日戦から6連敗、同月24日の阪神戦から10連敗を、喫するなど序盤から、成績は低迷する。三類、紅茶アッツボックスで再敗を振る白石に容赦ない味が、浴びせられ、ファンから辞任を求める当初が、 自宅にまで届くありさまだった。そのため、シーズン中に、球団代表の川口号に辞任を申し出たが、松田常寺に、新球場ができて3年は辛抱するよう説得された、ため辞いを撤回し、以降の試合では、コーチ陣の気遣いにより、ダグアウトで再敗を振るった。なお、9月19日の対巨人戦では、巨人のルーキー、長島茂雄が一塁ベースを踏み忘れて、 本類だを取り消され、この一本のためにトリプルスリーを逃している。これは、広島の一類種、藤井博士が指摘したものだが、藤井は、白石さんに、常日頃からベースを踏んだかどうか確かめなさいと教えを受けていたと話していた。1956年から1959年まで4年連続で5位に止まる。1960年に、 球団創設11年目で初めてシーズンで巨人に勝ち越し、勝率も5割台を達成すると、私は地固めしかできないタイプ。家を作る人は他にいると言って、監督を退任した。なお、公認監督は、考慮中の先輩、門前マッサージンだった。1961年から1962年まで、球団重役を務めるが、1963年から、 再び監督に復帰する。同年春のキャンプでは、広島の初代オーナー、松田つねじが初の県外実施を決めると、白石がキャンプ地として宮崎県日南市を採用、以降の広島のキャンプはここで行われるようになった。この頃、全盛期の巨人 ON 法の打撃力は絶大で手がつけられず、その対策は各チームの課題となっていたが、1964年に、 白石はその対策として、大シフトを編み出している。1965年に、新人保守として入団した、絹笠義雄を、内野手に転校させる。また、この年の5月1日には、球団創立以来初の首位に立つものの、1日殿下で、終わる。さらに、気力もなくなっていたこともあり、監督を途中休養して、長谷川良平に交代。 プロ野球リーグ創設から30年間にわたるユニフォーム生活に別れを告げた。なお、監督在任期間も後の小畑岳氏と並ぶ延べ11年に及んでいる。監督退任後は野球評論家として広島テレビ放送の解説者を務めていたが、かねてより信仰があった川上の要請を受けて、V 級時代4年目の1968年に巨人のヘッドコーチとして復帰。 1971年は二軍監督、1972年からは監督補佐を務め、川上を支えて巨人の V 級に貢献した。1974年には両長兼コーチに移り、その年の川上の監督優待と共に対談した。二軍監督時代には二軍守備コーチ、須藤豊か,から投手交代を進言されるや、特徴のある大きな目を魚つかせ、 最後まで投げさせる系、和きらちゃんから言われておる系へのトスゴみ強絶、さすがの須藤もサコチから負けしたという。対談後の1978年には NHK ラジオ第一放送の巨人主催広島戦中継の中国地方ブロックネット向け裏送り担当の解説者として出演した。1985年に競技者表彰で野球殿堂入り、球界引退後は 横浜市青葉区で余生を過ごした。2000年12月11日に心不全のため死去。82歳没。巨人第一期黄金時代の名優劇種で、千葉茂との二遊間コンビは、水も漏らさないと評された。九死に名高い逆シングルの守備が特徴で、遊劇種として三遊間のゴロを裁く技術に優れていた。一説には、生まれつき右目の視力が弱かったことが逆シングルを、 編み出す要因になったと言われる当時は両手取りが絶対で、シングルしかも逆シングルは誰もしなかったが、できればかなり守備範囲が広くなる。もともと一類種だった白石は、普段から逆シングルをすることがあり、遊撃手の守備でもとっさに出ることがあった。1936年のアメリカ遠征でヒントをつかみ、モリンジの特訓で体で覚え込んだ。試合で初めて、 プレイとして見せたのは1939年のフィリピン遠征であるが、球場のファンが大歓声で湧き、監督の藤本定義も、プロなんだから、売り物があった方がいいと言ったため、本格的にやってみることにしたという。白石の逆シングルの哲学は、ボールはグラブに乗せるものじゃない。しっかり手で掴み取るもんだであった。千葉シゲルワーに、実っで誰と一番やりやすかったと聞かれれば、 私にとっては、やっぱり、白石以上のショートはおらんと答えることにしていると、白石を非常に高く評価している。通算失策数は、プロ野球史上断突の646であるが、当時のグラウンドや道具が粗悪であったことに加え、普通なら、取れない打球を無理して補給して、悪送球になるなど、守備が上手いから生まれた失策が原因と言われている。打撃では、 初級にどんな絶好球が来ても必ず見逃す打者で、その理由は、もったいなくて、打てへんのじゃというものだった。ツーストライクに追い込まれるまではまるで目をつぶっているようにバットを振らず、一番打者として一球でも多く投球させ、投手の疲労を誘うことに努めたという。右目がほとんど見えなかったため、打席では体を動かさず構え打ちに出た。晩年選手引退を決意したのも、 なおさら見通しが悪くなる、夜間試合が状態となったためと言われる。さらに幼い頃に患った、中耳炎で右耳も聞こえなかった。このため、水原ら先輩選手から、呼んでも返事をしない。奴は、生意気だと最初は反感を買ったという。和製ギャグニーと呼ばれるいかつい要望に似合わず、温厚な人柄で人望があった。野球用具を非常に大切にし、 毎日のグローブの手入れは、もちろんのこと、紐が切れないように必ず、スパイクを点検していた。遠征の際には、もし紐が切れても大丈夫なように、必ず余分の紐を持参していたという。通算成績は、実際に、白石が指揮を取った試合での成績、広島テレビ解説者時代の出演番組、NHK 解説者時代の出演番組、白石敏夫に関するカテゴリー。 ありがとうございます。